ワンピースワンピースワンピーススタンピードワンピーススタンピードは2019年8月9日に公開された日本のアニメーション映画漫画ワンピースを原作としたテレビアニメの劇場版第14作テレビアニメ放送20周年記念作品世界一の祭典海賊万博に集結した海賊たちによるお宝争奪戦が描かれるキャッチコピーは 熱狂の渦へ迎え、時代の覇権をめぐる熱狂、開幕。立ち上がれ、全勢力。原作者の小田栄一郎は監修として、制作に参加し、原作キャラクターの衣装や、オリジナルキャラクターのデザインを手掛けている。監督は2017年放送のスペシャルアニメ、エピソードオブ東の海の監督を務めた、大塚隆。脚本は、 大塚と2015年放送のスペシャルアニメ、アドベンチャー・オブ・ネブランディアの脚本を担当した、富岡敦弘。テレビシリーズでは、2019年7月28日から2週に、わたり、映画と連動した特別編が放送された。劇中では、麦わらの一味が、宝探し服と、夏休み服という衣装を着る。衣装デザインは、原作者、小田の監修のもと、 ユニクロの T シャツブランド UT デザインチームと東映アニメーションが協力して制作した。宝探し服は織田がイラストを描き下ろした。夏休み服は映画冒頭で一味が夏休みを満喫しているシーンで登場する。作中には一味の海賊1サウザンドサニー号のフライングモデルが登場する。劇場版ワンピースでは過去最多の200名以上のキャラクターが登場。 最悪の世代、サボ、ハンコック、バギー、クロコダイル、ルッチは映画オリジナル衣装で登場。スモーカーとタシギは潜入任務のため海賊の衣装を着ている。2018年8月25日に放送されたスペシャルアニメエピソードを含う島の放送終了後、映画最新作が2019年夏に公開されることが発表された。 2018年12月12日、映画のタイトルと公開日が発表され、特報映像第1弾が公開された。2019年2月21日、第2弾特報が公開され、登場キャラクターストーリーが発表された。同年4月11日、第3弾特報、第2弾ポスタービジュアルが公開された。6月4日、原作者描き下ろしポスタービジュアルが公開された。 6月14日、主題歌の情報が発表された。6月27日、本予告映像が公開された。2019年8月23日より、4デラックスエクストリーム版、ギア4デラックスバスターコールエディションを上映。8月30日より、麦わらの一味の声優陣による、オーディオコメンタリー副音声付き上映が実施された。8月31日より一部劇場で、 発生やコスプレが可能な応援上映が実施された。2020年3月18日、ブルーレイディスク DVD が発売。通常版、スタンダードエディション、初回生産限定、スペシャルエディション、初回生産限定、スペシャルデラックスエディションの3種類。初回生産版には映画に登場した200以上のキャラクターと、その登場シーンが網羅されたブックレット等が、 封入されている。前売り券入場者プレゼントイベントキャンペーン2019年8月9日の公開開始から8月12日までの4日間で、工業収入16億4632万1500円、動員数125万4372人を記録し、週末工業収入ランキングで第1位を獲得。前作、ゴールドと比較し、 公衆108.4%、動員115.3%といずれも前作を上回った。初日の動員数356,052人は発表日時点での2019年公開作品では最高記録となった。公開9日目で、興行収入30億5,000万円、動員数231万人を突破し、公開9日間での公衆30億円突破は、 2000年以降の東映配給作品の中では史上最速記録となった。公開17日目で工業収入41億円、動員数311万人を突破。公開30日目で工業収入50億円、動員数370万人を突破。10月9日時点で工業収入55億円、動員数400万人を突破。 全世界累計工業収入は2019年11月7日時点で93億円、12月2日時点で98億円、2020年3月14日時点で100億円を突破している。テレビシリーズで2019年7月28日と8月4日の2週にわたり放送された映画の前日短となる特別編。第895話。 第896話の前には、高校中の麦わらの一味は、最強と呼ばれる、賞金首狩りシードルが率いる軍団、シードルギルドから襲撃を受ける。ルフィたちは応戦するが苦戦し、風雷、バーストで窮地を脱する。炭酸だらけの島に上陸し、燃料のコーラを探すことにした、ルフィだが、その島こそが、シードルギルドの本拠地であり、コーラは彼らが牛耳っていた。 ルフィはボアハンコックと再会し、今度開催される海賊万博について聞かされる。二人の前にシードルが立ちふさがり、部下のジンジャー、ガラナと共に攻撃を仕掛ける。シードルは海賊万博に集結する海賊を全滅させようと目論でおり、手始めに目の前に現れたルフィらの首を狙っていた。 最強装備を身にまとったシードルは、万博で因縁のバレットをも倒し、賞金をすべて手に入れると勝ち誇るが、ルフィは一周する。ギア3を発動しとどめを刺したルフィは、シードルが所持していた、海賊万博の招待状を手に入れる。一方のハンコックも、ジンジャー、ガラナを打ちまかした。その後無事にコーラを手に入れたルフィは、サニー号で仲間に、海賊万博の説明をする。 シードルギルド炭酸ガスが吹き出る島を支配している、賞金稼ぎ集団。家族を人質に取ることで、島の男たちを工場で働かせたり、兵士にしたりしている。メンバーは炭酸の力を利用した武器で戦う。その他、ありがとうございます。